。これでよしっと。皆さんはじめまして。私、春日部春、16歳の高校1年生。それで、今映っているこの場所は、ナナスタと言いまして。春、さっきから何やってるの？むすびちゃん、いいところに。ん？この子は天童寺むすびちゃん。何でもできちゃう優等生。学校では生徒会長で、勉強もすっごくできて、歌だって。ちょっと待って、何これ。あ、ごめんね。スリーセブンス、ちょっと前にデビューしたばっかりだから、みんなの紹介映像が欲しいんだって、コニーさんが。今夜は記念すべき8回目のライブだし、ちょうどいいつ。って。何が記念すべきなのかしら。あ、すっごく大事なこと忘れてた。え？むすびちゃんは、焼きそばパンが大好きなんです。それはいいから。というわけで、今私たちナナスタのアイドル、スリーセブンシスターズは、今夜行われるライブの準備をしています。あ、ナナスタっていうのは私たちのこのハコスタのことで、ハコスタっていうのは次世代アイドル劇場型スタジオ、通称ハコスタ。2028年からのアイドル全盛期、私たちが今いるこの国際娯楽都市東京セブンスにたくさん建てられた、要はアイドルのための事務所と劇場が一体化した施設ってことね。まあアイドル氷河期って呼ばれている2034年の今では珍しくなっちゃったけど。むすびちゃん博識。誰でも知ってることでしょ。それより春、お着替えとメイクしなくていいの？むすびちゃん。まったく、その撮影春だけだと大変じゃない？私もやろっか。いいの？って言っても私もメイクまだだし。あ、そうだ。1個3枚2個3枚。ロナ。え？角森ロナ。一見気弱な女の子だけど、本当は誰よりも真の強い子。あと、伝説のセブンスシスターズの大ファンね。特にリーダーの七咲ニコルのことなら何でも教えてくれるわね、ロナ。じゃ、あとは頼んだわよ。わがままでアニメ好き。アイドルやってんのも流行りのアイドルアニメ見たからなんだってよ。だけど遅刻は当たり前、レッスンはサボるわ、ライブ前に昼寝するわで。姫、寝起きでその言われようは。ま、とはいえこいつがいるとみんながホッとするっつーか、こいつのマイペースさにちょっぴり救われるっつーか。ふむふむ、よっと。やはり桃香はみんなの救世主？そこまで褒めてね。よし、こんなもんかな。ウスタースミレ、モモカはウスターって呼んでるけど、大体みんなスミレ呼びかな。イエーイ。ちょ、何モモカ。いいからいいから。はあ？ウスターはギャルっぽいけど、実はめちゃんこ乙女なんだよね。めっちゃ気遣いできるし、とにかく料理上手だし、嫁にしたい子ナンバーワン的な。なに、マジ何なの？意味わかなんだけど。この子は神代水、王子様みたいなボーイッシュな見た目。
元気で誰にでも優しくて、学校では水泳部のエースだから女の子にはモテモテなんだけど。あ、すみれ、今日の登場ポーズってどんなのがいいかな。もっとこうレディーって感じにしたいんだけど。それがレディー？ん？この通り、本人はレディーを目指してるんだけど。あれ、撮影？うん、みんなの。こういう撮影なんか照れるけど、さっきスミレに女にしてもらったからバッチリだもんね。お、女って、うん、つまりこういうのがスイ。ん？お次はスリーセブンスの大和なでしこ、クオンジ静香だよ。クオンジ財閥ってところのお嬢様で、清楚で美人で運動神経も良くて、プロポーションも抜群。僕の女らしさの先生なんだ。弱点らしい弱点といえば、撮影ですか、スイさん。うん。では一つ整いました。え？さて、今夜のショーの衣装はどないでしょう。これが弱点。まあ、スースさん、どうされました？だって愛しのダーリンがいないんだもの。支配人さんを思う気持ちが溢れてしまっているのですね。そうよ、だってダーリン出張のことなんて一言も。もう思い出したらムカムカしてきた。きっと支配人さんも寂しがっているはずですよ。私たちのためにわざわざ出張までしてくださっているのですから。そっか、ダーリンもスースと離れて寂しいのね。静か、日本語でこの気持ちってなんて言うのかしら。そうですね、恋煩いでしょうか。恋づらいは難しいわね。もっとシンプルにキスミーダーリンでいいのに。ああ、もうダーリン早く帰ってきて。カジカー、こっち向いて。お姉ちゃん恥ずかしいよ。さわら。あ、スーちゃん。なになに、撮影中？それならスーちゃんはお姉ちゃんが撮影しちゃおう。撮られるのが嬉しいけど、今撮ってるのはスースなの。というわけで、この子は晴海さわらよ。スリーセブンスの最年長、フリーダムの自由人。トラブルもよく起こすけど、時々頼りにもなるのよね。あら、嬉しいわね。もっと撮影しちゃおう。お姉ちゃん、まあでもトラブル起こしてる方が多いかしら。まったく何をしているんだか。あ、真珠。何かの撮影か。コニーのお願いでスリーセブンスの紹介映像を撮ってほしいんだって。ああ、なるほど。そう、我が愛しの妹たちよ。しんちゃん、カジカ。小さな商店街に咲いた3つの花、老舗魚屋魚春の美人三姉妹と、ああ、私たちのことよ。美人だなんて。もう何から突っ込めばいいのやら。いや、魚春もごひいきね。うちの店がおかしな世界観で紹介されてしまう。売り上げが、